山口敏太郎の食いしん坊、今日はですね、打ち合わせの、関係者の方が持ってきてくれたどら焼きをいっちゃいます。心ブラ街道、大阪・心斎橋となってますね。栗入りどら焼き、長崎堂となってます。この製品は作りたての美味しさを保持するために、脱酸素材を、封入しております。脱酸素材は食べれませんので、開封後は押してください。なるほど。賞味期限は未開封の状態における、期限ですと。あ、ここまで考えていけないですね、最近は。あと、大阪府中央区心斎橋の長崎堂 OF というふうになってますね。このどら焼き、ちょっといっちゃいましょうか。美味しそうなんですが。こんな感じか。美味しそうですね。まずパクリでいっちゃいます。美味しいですね。あ、栗があります。意外と栗があんこと調和しててスムーズに入ってきますね。で、あんことこの生地もマッチングしてて、結構あんこが生地の中に入ってるのが特徴です。こんな感じですね。この辺りが口当たりの良さを作ってるんでしょうね。で、かといって甘すぎることもなく、大人のお茶菓子としてはちょうどいいですね。おすすめです。